レッスルマニア35は WWE が主催するペーパービューイベントかつ年間最大で世界最大のプロレスイベントレッスルマニアの第35回大会2019年4月7日にニュージャージー州イーストラザフォードのメットライフスタジアムで開催されたレッスルマニアフィナーレの花火開催地は2018年3月15日に発表された本工業は ローとスマックダウンの合同であり、WWE の期間イベント。同地での開催は2013年のレッスルマニア29以来6年ぶり。ニュージャージーでの開催は4回目。ニューヨーク都市圏では6度目。本大会では3月4日放送の、ローで、NBC、サタデーナイトライブのコリン・ジョストとマイケル・チェを特派員に任命。翌週のローで、アレクサ・ブリスが、 司会進行を務めると発表された。1月のロイヤルランブルの女子ロイヤルランブル戦で優勝したベッキー・リンチは28日のローでロー女子王者ロンダ・ラウジーとの対戦を選択。ベッキーは2018年12月16日の TLC でのメインイベントであるスマックダウン女子王座トリプルスレッド TLC 戦でアスカに王座を奪われ2019年1月27日 ロイヤル・ランブルでの王座戦でも敗退、王座を奪還できなかったが同日に行われた直後のロイヤル・ランブル戦で、ラナに代わって28番目に登場しそのまま優勝した。しかし2月4日放送では、ステファニー・マクマホンが診断処定時を要求したもののベッキーは拒否し、直後にステファニーを襲撃。その結果ベッキーは無期限出場停止処分を課されることとなった。 翌週のローでビンス・マクマホン CEO が登場し、ベッキーに対してレッスルマニアを含む60日間の出場停止処分を命し、代わりにシャーロット・フレアーがロー女子王座戦に出場することが発表された。しかし3月4日、放送、ローでベッキーの出場停止を解除。3.10ファストレーンでシャーロットと対戦。勝利すればレッスルマニアでラウジー。 シャーロットとのトリプルスレッドでの老女子王座戦に挑むことになっていた。その結果、シャーロットが反則負けを喫したことにより正式に本大会でのトリプルスレッド戦での開催が決定した。同月25日、ローデラウジーが本大会のメインイベントを老女子王座戦を行うと発表。翌日、スマックダウンでシャーロットがアスカが保持する。 スマックダウン女子王座戦を連撃に実施。シャーロットが新王者となり、このため、ロー女子王座戦は事実上統一女子王座戦となった。4月1日、ローでステファニーが勝者に、ロースマックダウン両王座のベルトを獲得する、勝者総取りにすると発表。一方男子ロイヤルランブル戦を制したセスロリンズは28日の、ローで、ユニバーサル王者ブロックレスナーとの対戦を選択。 WWE 王座戦は2月12日のスマックダウンで2.17エリミネーションチェンパーでのガントレットマッチでの WWE 王座時期挑戦者決定戦でコフィ・キングストンがダニエル・ブライアンが保持するエリミネーションチェンパー形式の WWE 王座戦の挑戦権を獲得した。しかし EC でコフィはダニエルの前で敗れ3.10ファストレインで シングルでの WWE 王座戦が組まれる予定だった。しかし2月26日、スマックダウンでビンス CEO が登場し、電撃的にケビン・オーエンズを挑戦者に指名される。オーエンズはファストレーンでもダニエルの前に散り、3月12日、スマックダウンでビンス CEO が、コフィが WWE 王座の挑戦のチャンスが与えられ、翌週、 ガントレットマッチを実施。最後まで勝ち残り、翌週の放送では、エグザビアウズ・ウッズビッグ・イートのタッグチームガントレットマッチでも勝利し、コフィがダニエルが持つ WWE 王座戦に挑むことになった。2月17日のエディミネーションチェンバーで、戸沢明を下し防衛に成功したバディ・マーフィーは、クルーザー級王座時期挑戦者決定戦を2日後の205ライブで、 トーナメント戦を実施し、レッスルマニアで王座戦を行うと、ドレイク・マーベリック GM が発表。1回戦で、トニー・ニース、ドリュー・グラック、オニー・ローキャン、セドリック・アレクサンダーが準決勝に進出した。3月19日放送で、トニー・ニースがマーフィーが保持するクルーザー級王座戦の挑戦権を獲得した。2018年10月に放送のスマックダウン戦で、 エボリューションの一員として、ゲスト登場したバティスタが2019年2月25日、ローでのリックフレアー70歳生誕祭でフレアーを襲撃し、トリプル H を挑発。その2週間後のローにて、バティスタとトリプル H のフェースオフが行われ、反則最低なしのノーホールズバード戦を行うことが決定。また、カートアングルは本大会をもって引退することが発表された。 2018年11月にサウジアラビアで行われたクラウンジュエルでの WWE ワールドカップ決勝でザミズの代わりにシェーンマクマホンが代打出場してそのまま優勝。その後ザミズとタッグを組みスマックダウンタッグ王座を退官。しかし2月17日のエリミネーションチェンパーで嘘ずに破れ王座陥落し3月10日のファストレーンでも敗退。その際に シェインがザミツを襲撃して仲間割れし、本大会でのシングルマッチが決定した。脱落順、マリア・コネリス、ニッキー・クロス、キャンディス・リーリー、ナオミ、エンバー・ムーン、ラナ、カイリ・セイン、ルビー・ライオット、リブ・モーガン、ゼリーナ・ベガ、ダナ・ブルック、マンディ・ローズ、ミッキー・ジェームズ、ソニア・ディービル、アスカ、サラ・ローガン脱落順、カーティス・アクセル、 リーン・セドラド、タイラー・ブリーズ、e c ん、シェルトン・ベンジャミン、ボダラス、ヒース・スレーター、キトス・オー、ニール、ノー・ウェイ・ホゼ、カール・アンダーソン、ライノ、ボビー・ルード、グラン・メトリック、カリスト、チャード・ゲーブル、コナー、ビクトール、ルーク・ギャローズ、オーティス、タッカー、ジンダー・マハル、ハーパー、アリ、アポロ・クルーズ、アンドラード、マット・ハーディ、ジェイフ・ハーディ、マイケル・チェ、 コリンヨースト、ありがとうございます。